What's in my life vlog? イエーイ Hello guys! 皆さんこんにちは。今日の動画は、セリアで、ご購入じゃないですよね。購入したもの、買ったものを、シェアしたいと思います。そんなにいっぱい買ったっていうのはそういうのではないので、まあ、少しだけなんですけど、ちょっと、それをね、シェアできたらいいかなと思ってそれをやりたいと思います。今ちょっとクリクリが寝てる間にさささっとシェアしたいと思いますので、よかったら最後まで見ててください。よろしくお願いします。はい、早速始めたいと思います。最初にこちらのレンジマットなんですけど、黒色なんですよね。色は黒でレンジマット積み入りっていうのかな、これは。そうですよね、こちらです。これを2つ買ってきました。前まではチック柄の白色を使ってたんですけど、ちょっとね、あまりにも目がチカチカしちゃって、ちょっとあまり気に入らなかったので、普通の色でシンプルで黒を買いました。白があったら多分白を買ったと思うんですけど、黒しかなかったのでこれにしました。これを2つ買ってきました。これをレジマットとして使ってもいいんですけど、それ以外にも使ってます。それも今度ね、ちょっとシェアしたいと思います。はい、こちら2点買いました。はい、そして次はこちらのセパレートボックス M サイズ、こちらです。これを開けてみると、こんな感じになってます。こんな感じです。これは何で使うかっていうと、薬とかじゃなくて部品とかですね。主人のなんだろう、いろんな部品とか、まあそれもちょっとあまり詳しく今教えはしないんですけど、ちょっとそれもね、今度どういう風に収納してるか、主人のものとかどういう風に収納してるかっていうのをご紹介したいと思いますので、これもそれに含まれているので、そこでシェアしたいと思います。何を使うかっていうのをその動画で見せたいと思います。今回はとりあえず何を買ったかっていうのだけをご紹介いたします。これを1つ買ってきました。はい、そしてこちらを2点2つ買ってきました。こんな感じです。これはこれもこちらのものと一緒に何かを収納したいと思います。それもね、今度の次回の動画でご紹介いたします。これ2つ買ってきました。これは開け方はどういう開けちゃうか、こんな感じ、開けづらい、ちょっと硬い、まだ新しいからかな。こんな感じで引っ張って開けれるタイプですね。ちょっと難しいな、開けにくい。もう1つはどうだろう、こっちの方が開けやすい。同じ、まあちょっとね、たくさん使えば多分開けやすくなると思います。こんな感じです。これを2つ買ってきました。はい、次はスプレーボトルを買ってきました。1つ、これは四角いタイプですよね。なぜ丸いじゃなくて四角かっていうのと、こちらに書いてあります。こういう風にやっぱりぴったりと収納できるタイプなので、丸よりはいいかなと思って、こちら四角の方のを1つ買ってきました。はい、次はこちらのお出かけ用ストローキャップを1つ買ってきました。これはね、まあ、赤ちゃんのために買ってきました。まあ、こちらに書いてある通り、絵に書いてある通りね、ペットボトルにこうやって刺して、それですぐ使えるものなので便利ですよね。これはどんなペットボトルにも使えると思います。これを1つ買ってきました。こちら2点を買ってきました。これはフリーボックスセミキューブウィンドウペンガラ、何それ、ウィンドウペンガラ、ウ
ウィンドウテンガラ。そうなの？これはウィンドウテンガラなんだ。知らなかった。初めて知った。これを2つ買ってきました。これはサイズは高さ 16.5cm で横が 19cm で奥が 25cm です。これはね、いろいろあったんですけど、柄が。これが一番気に入ったかな、シンプルで。ちょっと柄がね、あんまり派手すぎるとあんまり好きじゃないので、これ2つ買ってきました。これを何で使うっていうのも、また、この、これと一緒の、動画と一緒に、出したいと思いますので、お楽しみにして、待っててください。はい、ちょっと開けました、今。ちょっと見せたいと思いますので、どのぐらいか。あ、これが、あ、大きさはこんな感じですね。こんな感じです。うん、まあまあ大きいですよね、これは。入るね、私の。ちょっとね、汚い。こういう感じの、なんか、傷とか、まあ、借金だからしょうがないんですけどね。うん、こういう風になんか折れてるとか。まあ、私はあまり気にしないかな、こういうの。気にしてないっていうか、まあ。いいかなと思います。これを入れてこんな感じです。こういう風に引っ張って、入るかな、もう入らなさそう。入るかな、ここに。まあ入ると思いますね。はい、これもね、まあお楽しみに、動画で、次回の動画で何で使うかっていうのをお見せします。はい、これを2つ買ってきました。はい、そして最後にこちらのスプレーボトルの四角タイプを1つ買ってきました。こちらは 380ml ですね。これはね、ちょっと2つ以上買おうかなと思ってたんですけど、何に使うかわからないので、とりあえず1つだけ買ってきました。これで良かった場合はもう1回買いたいと思います。ちょっとね、まだなんだろう、やっぱり買うっていうのはちょっとあまり良くないと思います。私もね、前まではそういうタイプだったので、だ今は変わりました。使う道が分かった時、使う道が何で使うかっていうのを分かったものだけを買うようになりました。前はそんな感じじゃなかったんですけど、だからここにあるものは全て何で使うかっていうのも、もう分かってるので買ったものです。これもそうです。じゃないとね、やっぱりいっぱい買っちゃうと無駄になっちゃうと思いますので、まあ何に使うかっていうのをすぐ分かればね、いいかと思うんですけど、使う道はないのに買うっていうのは本当に無駄ですよね。まあ私の場合はなんですけど、はい、そんな感じです。これで全部でセール屋のお買い物終わりにします。次、はい、次回の動画は、タイトルはちょっと決まってあるんですけど、ちょっと何をやるかわかんないんですけど、2つあります。5人ママの理想のモーニングルーティンと、ボロいスニッカーと合わせる、1週間コーデ、流行りに関係なく、アクセサリーはチョッカーのみっていうタイトル2つあったんですけど、何をやるかというのをちょっとまだ決まってなくて、コメントでどちらがいいかっていうのを、コメントで書いていただけると本当にすごく助かります。はい、そういうことで、これで今日の動画でこれで終わりにしたいと思います。最後まで見ててくれてありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。バイ。高橋、また来たな。2階、50番地。